オスカル・デュアルテは、ニカラグア出身のコスタリカ人、サッカー選手。コスタリカ代表。ポジションは DF。オスカル・デュアルテやオスカル・デュアルテと表記されることもある。ニカラグアで生まれ、コスタリカのデポルティーボ・ボサプリサで選手となった。プンタレナス FC へのレンタル遺跡も経て、デポルティーボ・ボサプリサで52試合に出場し、2013年に、ジュピラープロリーグのクラブブルフヘニカ入。 2016年に RCD s パニオールに移籍した。2019年8月1日、レバンテ UD にフリー移籍で加入し、2021年6月までの契約を締結した。2020年12月29日、レアルベティストのリーグ戦にて移籍後初ゴールを挙げ、4から3での勝利に貢献した。2010年11月17日のジャマイカ。 代表戦で代表初出場。その後、コパセントロアメリカーナ2011にも出場したが、決勝戦で、ホンジュラス代表に敗れ、タイトル獲得とはならなかった。2014年6月には 2014FIFA ワールドカップに出場。ニカラグア生まれの選手としては初めて FIFA ワールドカップの決勝ラウンドに進出した選手となった。グループリーグ第一戦では、 ウルグアイ代表と対戦し3から1で勝利、彼はこの試合で代表初得点を挙げた。第2試合のイタリア代表戦にも出場、ジャンカルロ・ゴンサレス、ミチャエル・ウマーニャーとの連携した守備で1から0の勝利を、つかみ決勝ラウンド進出となった。コスタリカはイングランド代表相手にスコアレスドロー、グループステージを無敗で突破した。6月29日のギリシャ代表戦で2枚目の、 イエローカードを提示され、次戦出場停止となった。チームは PK 戦の末、史上初めての準々決勝進出となったが、このオランダ代表戦には出場できずコスタリカ、代表もここで敗北した。ありがとうございます。